こんにちは、柴田です。こんにちは、千葉管楽器の石井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初動画ですね、石井さんと。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、今回はですね、僕が今ね押している Zoom の G2-4、 これがですねいいんですよ。ライブ活動等々をね、はい、やっている石井さんにちょっと実機と、はい、この Zoom の G2-4 に入っているエフェクターのモデリング、はい、これをね聞き比べていただこうかなと。はい、本当にね良くなってるんですよ。へえ、楽しみですね。ちょっとで、その中で、まあ、ベタベタな TS9 代表的な、代表的なオーバードライブと、はい、ボスの DS1、はい、これをねモデリングと実機を聞き比べていただこうかと。はい、で鳴らすのが JC ですね、はい、でアンプのモデリングはマーシャルの800、これね全部フラットにしております。こんな感じの音になってます。いい感じで、もうそれだけでもいい感じです、ね、これね全部ね12時全部12時でドライブだけで25とか30とかにしてるんですけど、はい、それだけでいい音になります、ね、はい、もうそれだけでもなんかすごく800っぽい、はい、でちょっとモデリングから鳴らしていくんで、率直な意見を、はい、ファーストインスピレーションでちょっとお話を。わかりました。実機鳴らします。はい、てかあの Zoom のこの G2-4 の中のやつがちょっと思いのほか良いですね。良、うん、いんですよ、はい、あれ音がほとんど感触が同じというか。あ、そう今これ実機ここに置いてあるんですけど、多分ブラインドテストしたら分かんないレベルですね、うん、多分聞いてる方は質感は分かんないと思います。分かんないですね。なんなら、はい、弾いてる方はやっぱちょっとね膨らみが違うんですよね。ああ、なるほど。タッチがね柔かいっていうか、ふわーってアナログの方がねやっぱします、出てってくれるんですよ。なるほど。ちょっとやっぱデジタルのギュッとした感じはあるんですけど、多分聴いてるだけだと全然めっちゃ良くないですか。はい、めちゃくちゃどっちもいいですね。そうなんです、はい、これねめっちゃ良くて、チューブスクリーマーサウンド的ならしさ出てる。これ実機です。今実機で、いいでしょ。いや、びっくりですね。めちゃくちゃいいですね。ほんといいんですよ。で、DS1 ディストーションもね、ちょっとね、はい、聞いていただきましょうかね。これモデリングです。この DS1 のギラギラ感出てますよね。これ実機、やばいですね。わかんないですよ。本当によくできてるんですよ。ちょっと G2-4 の方がローミッドが少し強めですよね。強めな感じがするぐらいで、なんかほとんどでも感触、今弾いてる感じの人は同じというか、はい、かなり近い。こうやって聴いてる分にはね全然いいんですよ。モデリング十分ですね。はい、わからないですね、うん、でも俺家では Zoom の G2-4 プラスアナログのエフェクターを使ってます。ああ、なるほど。組み合わせデジタルとアナログを併用してる感じとか、やっぱいいっすよね、そっちの方が。はい、個人的にはなんかデジタルのもの、例えばアンプシミュレーターだったりとか、うん、オーディオインターフェースにつなぐ前とかに1個なんかアナログのエフェクターがあるとだいぶ音がなんですかね、リアルな感じになるんですよ。立体感が足されるというか。確かに1個ねアナログを入れるだけでも結構こうふっくら感がね変わってくるんで、いや十分なんですよ。十分いい音するんですけど、アナログ足すとさらになんかね、あの自分のこっちのタッチの方が満たされるっていうのは。なるほど、反応速度が良くなるんですかね。そうかもしれないですね。あのレスポンス楽器と音の、はい、なんかね心がね満たされるような感じの。でも心大事ですよね。大事です。乗るか乗らないかなんで。とても大事ですね。
そこら辺が変わってくるんで、ちょっとアナログをプラスワンするっていうのは結構おすすめかなというところでございます。今回はこんな感じで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。